はい、ということで、皆さんこんにちは、テイラーです。ギターはね、初心者なんですけど、教えてくれる方がいないんで、独学でやってます。はい、ということでですね、今回はですね、先日の質問企画で、最後の方にご紹介したスマートウォッチものというものを紹介したいと思います。今回は前編後編ということで分けて紹介したいと思います。そのペーブルウォッチ、スマートペーブルウォッチというものはこういうものですね。はい、こういうものです。こんなんですね。こんな感じです。ゴムバンバなのをちょっと自分で付け替えたんですけど、この本体がペーブルウォッチ、スマートウォッチですね。というのはですね、自分は腕時計持っていなかったので、ちょうど腕時計が欲しいなと思っていまして、で、いつも時計、時間帯はスマートフォンの時計出してカチッとやって見るっていう形なんですけど、それ結構めんどくさいなと思って、すっごいめんどくさいなと思って腕時計が欲しいと思ったんですよ。腕時計が欲しいと思って、パソコンとかでかっこいい未来的腕時計みたいなの調べたら、なんかスマートウォッチっていうのが出てきまして、ん?と思いまして、それでよくよく調べてみたら、こういうね、ペーブルっていう、そういう腕時計がなんか今人気っていう噂を見まして、で調べてたらまだ はい、ということでですね、開封していきたいと思います。まずパッケージです。パッケージはこんな感じものですね。はい、ここに It's time、 まあ時計、時間ってことですね。裏面がこんな感じ。はい、ペーブル、こうかペーブルってね、ミドペーブルでこんな感じで、ね、で、対応機種がですね、 iPhone、 iPod Touch 第4世代、第3世代、 iPhone4S、iPhone4、 iPhone3GS と iPhone iOS5 以降のものを積んでれば大丈夫ということですね。で、Android スマートウォッチでランニング 2.33 以降ということです。で、こんな感じね。メイドインチャイナ、チャイナが作ってますね。こうちゃんとほら、こういうね、iOS のちゃんとマークも入ってますね。で、Bluetooth 通信、スマートフォンと、時計が Bluetooth 通信につながるということです。こんな感じで、ここにね、まあブラックモデル、はい、そんな感じです。では、オープンします。で、オープンもしてあるんですけど、オープンの仕方が面白いんですよね。なんと、ここにね、写真ちょっと出します。こんな感じでピラピラピラっとめくっていくんですよね。ここからジャーッとめくるパスです。はい、こんな感じでバー、はい、こんな感じになっています。この白いとこは紙のパッケージ、紙でできているのがすごい軽いんですよね。で、本体、すごいね、単純なんですよ。説明書はない、もうスマートフォンとつなげてみたいな、そんだけで、本体ですね、こんな感じで取り出すとこうなってて、で、これが充電ケーブル、内容物こんだけ、内容物はたったのこれだけです。で、今この画面に表示されているのが、スマートフォンに、ペーブルのアプリをダウンロードしてと出ています。ペーブルのアプリというのはこれです。ペーブルと書いてあるこの時計のアイコンの、アプリです。このアプリから、Bluetooth でつなげて、いろいろファイルのやり取りをするということです。自分のペーブルウォッチに、切り替えて、触っていきたいと思います。まず、これが今、自分が1週間使い続けたペーブルウォッチです。使用感をね、いろいろお伝えしようと思います。まあ、下のね、あれは、付け替えてあるんですけど、付属のものは、こういう、穴止め式になってます。ね、あと、裏面見せてみます。裏面にはね、このキックスターエディション。キックスターの記念モデルってことですね。この印字がしてあります。で、ここにペーブルと、で、あとね、いろいろマークが入ってます。プラスチック艦隊なので、とても軽いですね。すごい軽い。見ていきたいと思います。まず横。こんな感じでボタンが3つついてます。これが上に行く、決定、下に行くボタンです。まあ、あるいはね、横に行くっていう時もありますね。で、これが戻るボタンですね。前の画面に戻るボタン。で、ここの点々のやつ。で、これが充電器なんですけど、
充電がねなかなか変わっていて、Apple の MacBook はMagSafeでついてますよね。それって磁石でくっつきますよね。そう、磁石でくっつくのと同じなんです。これが充電器、ここの銀銀のとこは磁石で、真ん中の金色の端子が充電端子で、これをねこう持ってきてカチッとやるだけでこれでもう充電されるんですよ。簡単なんですよね。これだけ、これでもう1時間2時間ぐらい充電すれば満充電ってことです。ちょっとね磁石のくっつきが弱いかなっていう感じもするんですけど、まあそこは仕方ないです。ではね、外見見終わったとこで、まあちょっとこの辺のスペックを見ていきたいと思います。プロセッサーがね ARM Cortex M3